山本隆は日本の政治家、衆議院議員、参議院議員、民主党参議院幹事長、参議院財政金融委員長を歴任した。山本隆の表記も多い。兵庫県芦屋市出身。実刑が交通事故死したのを機に、立命館大学在学中から交通維持救済のボランティア活動に参加し、卒業後に、 財団法人交通維持育営会に就職。1990年より、同会事務局長を務めた。1993年7月18日の、第40回衆議院議員総選挙で、日本新党公認で、初当選。8月党役員人事で、山田博士立法調整委員長の下で、立法調整副委員長に就任した。衆議院議員を2期務めた後に、 参議院に転出。2001年7月29日の第19回参議院議員通常選挙で大阪府選挙区から立候補し、日本共産党の前職、山下義夫議員を8249票差の僅差で破り、民主党として同選挙区で初めて当選した。2005年9月26日参議院財政、金融委員長に就任するも、 12月に検診を受けて、共生が癌に侵されていることが分かり、2006年1月25日同委員長の職を辞した。同年5月22日の参議院本会議で癌に、罹患していることを公表、癌対策基本法の早期成立を訴えた。2007年7月29日の第21回参議院。 議員通常選挙は病状を理由に選挙区からの出馬は困難として、比例区へ転出。議員の職責を全うすることが困難であるにも、かかわらず引退しなかったことに一部から批判があった。ものの、比例区で民主党が圧勝したこともあり再選された。その後も、酸素吸入器などを装着しながらも投員し、病床に着くまで最後まで活動を続けた。 国会議事堂登院中は、与野党を超え、医師免許を持つ、国会議員たちが、山本の一万一の体調の急変に備えていた。2007年12月22日午後11時50分、共戦癌のため、ん研究会有明病院関ケア科で死去。58歳遺没。2008年1月12日天馬別院で、国別式が行われ、小沢一郎代表。 菅直人代表代行、鳩山幸男幹事長といった民主党幹部、枝田さつき参議院議長、平松国夫大阪市長らが参列し、小沢は、長次で、山本氏は格差を、放置拡大してきた、昨今の政治に、真正面から戦い続けて生きた、ガに侵されながら、不屈の精神で、法の成立に心血を注がれた。参議院での代表質問は、 県政の歴史に深く刻まれるだろう。代表として本当に誇りに思うなどと述べた。同年1月23日に、山本とともに、癌対策基本法や、自殺対策基本法成立に向け、与野党の垣根を越えて共闘した過程や、国会論戦を通じて、信仰のあった、元厚生労働大臣の自由民主党参議院、議員会長、尾辻秀久が、 参議院本会議場にて、哀悼演説を行った。その中で、山本が、自らの病を告白し、元対策基本法の早期成立を訴えた、2006年5月の参議院本会議での代表質問を引用し、すべての人の魂を揺さぶった。今、その光景を思い浮かべ、万感胸に迫るものがある。あなたは、社会保障の良心だった。 自民党にとって最も手強い政策論争の相手だったと称賛し、先生、今日は、外は、雪です。寒くありませんかと落涙しながら、演壇から呼びかけ、その功績を称えた。癌対策に取り組んでおり、自らが、癌患者であること後悔し、癌対策基本法の必要性を説いた2006年5月22日の参議院本会議における演説に対しては、 党派を超えた与野党の議員たちから大きな拍手が送られており、その後の癌対策や受動喫煙対策における議論でもその発言が引用されている。2006年5月22日参議、院本会議議事録抜粋最後に癌対策法の今国会での成立について議場の皆さんにお願いをします。日本人の二人に一人は癌にかかる、三人に一人は がんで亡くなるという時代に入っています。乳がんや肝臓がんなどは若い患者も急速に増えています。今やがんは最も身近な病気です。しかし、がん治療には地域間格差、施設間格差があって治療法があるのにもう治らないと言われて見放されたがん難民が日本列島をさまよっています。厚労省も がん対策推進室やがん対策本部を設置しましたが、どのようなレベルでの治療が全国で行われているのか、その実態すら残念ながら把握をしていません。がん患者は、がんの進行や再発の不安、先のことが考えられない辛さなどと向き合いながら、身体的苦痛や経済的負担に苦しみながらも、新たな治療法の開発に期待を寄せつつ、 1>, 1日1日を大切に生きています。私があえて自らが、無患者だと申し上げましたのも、がん対策基本法の与党案とミニ首党案を一本化し、今国会で成立させることが、日本の本格的ながん対策の第一歩となると確信するからです。また、昨年、本院厚生労働委員会では、自殺対策の推進について、 全会一致で決議を行いました。そして、自殺対策に取り組む多くの団体の要望に基づいて、自殺対策推進基本法の今国会での成立に向けて、各党での取り組みが進んでいます。私は、大学生の時に交通維持の進学支援と、交通事故ゼロを目指してのボランティア活動に関わって、以来、命を守るのが政治家の仕事だと思ってきました。 んも自殺も共に救える命がいっぱいあるのに次々と失われているのは政治や行政、社会の対応が遅れているからです。年間30万人のん死亡者、3万人を超える自殺者の命が一人でも多く救われるように、ん対策基本法と自殺対策推進基本法の今国会での成立に向けて、 何とぞ議場の皆様のご理解とご協力をお願いをいたします。総理にも国会議員のお一人として、この二つの法案の今国会での成立にお力添えをいただけないかご答弁をお願いして、私の質問を終わります。その後の国会での発言の引用等2017年5月30日、参議院厚生労働委員会において、ガ対策に取り組む山本が、 タバコの政策に関して非常に心残りだと発言していたことを、がん闘病経験者である、三原淳子参議院議員が言及し、原則屋内禁煙を求めた。2017年5月30日参議院構成、労働委員会議事録抜粋しかし、政治がこのまま何もしなければ、これから失われる命が、どれほどの数になるのか計り知れません。 かつてがんを患った私にとって、守れるのに守れなかった命、声泣き声を無視することはできません。受動喫煙が原因で、年間1万5千人が亡くなっています。この数字、過去たった1年でです。1年で政府がこれだけの数の国民の命を守れなかったということなんです。我々政治家は、日頃から有権者の声を政治に反映しようと努力しています。 ですが、それは今生きている人、その人たちだけの声でいいんでしょうか。私は7年前に議員とさせていただいたとき、民主党の山本隆先生の議事録をすべて読まさせていただきました。私の記憶によれば、最後までタバコの政策に関して非常に心残りだというようなことを発言されていたと記憶しています。 こうした死者の英知というものも引き継いでいくのが私は政治であり、過去に受動喫煙で亡くなった方たちの無念の魂というものを沈めることもまた使命なのではないかと思っています。それが明日を生きる子供たちの未来につながっていくのではないでしょうか。大臣、副大臣、厚労省の皆さんには原則屋内記念、これを貫いていただきますように心から、 お願いを申し上げます。ありがとうございます。